えー、眠れない夜のあなたの恋人、love me too です。あなたを夢の世界に連れて行っちゃう。そうそう。love you! では、えー、5月の12星座別の運勢に行きたいと思います。えー、まずは、お羊座です。お羊座の方は自分の力や特技、才能をどうお金に変えていくかがテーマの時です。自分のんですかね、この能力やレベル、 にあっったた金額を果ししてしっかりもし、それに見合った対価でないのなら、もっと違う場所に行ったり、えーま、転職を考えたりもあったり、もしくは自分の才能を生かすために、サイドビジネスを真剣に始めるべきではないのか、どうかなどを考ええー、今から準備を始めていって、数年後でもいいかもしれないし、今年の秋からでもいいですし、 なんかそういうサイドビジネスも視野に入れた行動を取るのにいい時です。えー、また感覚やこう感性が鋭くなってます。なんか違和感を感じてたらそれを信じましょう。相手を信頼しすぎると運気が落ちるときです。えー、疑う気持ちを常に持った方がいいでしょう。今は信頼、信頼してよっていう 言う人に気をつけましょう。私のことをもっと信頼してよ。俺が信じられないのとか、そういうことを言う人がいたら気をつけてください。絶対に信頼しちゃいけないと思った方がいいでしょう。何か企んでるはずみたいな感じに思った方がいい時です。えー、そんなおひつい座の方は、 えー、自分のリズムで物事を進めていけたり、えー、なんか、こう、いい波がやってくるので、その波にさえしっかり乗れれば、きっといい5月になるでしょう。ただ、の、波にね、乗り遅れてしまうと、あれあれ噛み合わない。ちょっと、ちょっと、なんなのこの5月みたいになっちゃうので、まあ、そっちに出ないように、いい波が来たら、乗るように、何としても乗るようにしてください。えー、そんな、 えっと、おひつじ座の方のラッキーフードはチキンナゲットです。ラビューという感じになってます。あーと、そんな中、ちょっと待って、わさびちゃん、ちょっと待って、そこはまずいんだ。そこはまずい。ちょっと待って、わさびちゃん、ここはまずいんだ。そこ一番高いとこだからね。どうも、こんばんは。今日のわさびです。えー、わさびちゃん、さっき寝てて、目が覚めて、えー、元気いっぱいです。なので、今日はもうこの辺で、 あっちの部屋に行こうか。ねわさびちゃん。じゃあ、またね。おやすみじゃない。遊びに行ってきますと。バイバーイ。じゃあ、わさびちゃん。ちょっと一旦、連れていきます。ミキ、頼む。間、つないでおいてくれ。頼むぞ。頼むぞ。よろしく。はい。すみません。大志座。大志座の方は誕生日月ということもあり、えー、きっと、好調な流れが来ると思います。えー、ここが、スタート、なんでしょう。きっと。 え何か新しく始めることがあるとより運が高まっていきます。何、えー、か始めようとか、ここからがスタートだと思ったり、何か区切りを作ったりするのにいい時だったりします。えー、こう生まれ変わった気持ちでね、もう一度何かやってみようと思ってみてください。まあ、ただ、あの、そうですね、こうエネルギーがあり余っていて、そのスタートを切ったりチャレンジする力が使えないと、 エネルギーがこう溜まってるので、暴発するイメージだと思ってください。えー、なんか怒りがピークに達してしまったりとか、えー、なんか突発的なことが起こったりとかしちゃうので、エネルギーを循環させていく気持ちが大事なので、まあなんかこう、思いの強さがありすぎると問題になったり、えー、ネガティブなことが起こってしまうので、気をつけましょう。えー ガス抜きも必要だなっていう時だったりします、えー。笑って許せる範囲内のことじゃないわって思うかもしれません。なんかそんなことも起こってしまうかもしれないので、ね、こうエネルギーが溜まってる方は運動したり、えー、なんか刺激的ななんか映画とか、まあホラー映画とかちょっとね、驚くような怖いようなのも見たりとかして自分自身を なんだろ、現実逃避させるようなことをするのも必要かもしれないです。えーまあ、とはいえ、今、こう、運気が一番いい時なので、何かが始まっていったり、えー、終わってしまったこと、えー、過去問題になってたことが解決したり、えー、または、こっからいい流れをつかむんだっていう、こう、熱い気持ちを持って幸運を引き寄せたりします。ポジティブな思いが大事です。えー 復讐心とか、えー、仕返ししてやろうとか、そういう気持ちがあると、うまくいかなくなってしまいます、えー。嫌な人、嫌いな人に対してそういう思いをぶつけるんじゃなくて、そういう人たちは、いるなと思ってほっときましょう。確実に自滅してくれます。こっちが何もしなければ、確実に自滅してくれるでしょう。人間関係で悩んでる方で嫌な方がいたら、その人は、 勝手に自滅するので、何もしないで生還していてください。そんな大牛座の方のラッキーフードは大根です。大根を何か美味しく料理して食べてみてください。えっ、ー、と、続いて、双子座です、えー。双子座の方は、えー、リラックスすることが大切な時です、えー。少しね、肩に力が入りすぎてしまったり、えー なんだろう、ガツガツしすぎてしまうと運が落ちてしまいます。えー、若干なんか天然っぽさが出たりとか、えー、気が抜けてる方がいいのかもしれません。サバサバしすぎると、えー、なんか尖ってる感じが出てしまったりとかして、えー、なんか、あれ、怒ってるのとか言われちゃうかもしれません。全然怒ってなくても、えー、なんかそう言われたりとかして、えー、逆に腹が立つみたいな。 ことがあるかもしれないので、気をつけましょう。えー、また、えー、こう、優しさを見せると何、何なんか、たくらんでるみたいなことも言われちゃうかもしれません。まあ、普段通りがとにかくいいでしょう。えー、妙に優しくなりすぎると、うまくいかなくなることもありそうです。困ってる人がいたら、手を差し伸ばすことは大切なんですけど、求められるまでは、 あんまり、こう、親身になりすぎない方がいいかもしれません。えー、その辺だけ気をつけてみてください。その他、新たな縁ができたり、えー、何か出会いがあるかもしれません。今までね、付き合ってきた人間関係も大事かもしれないんですが、他の人たちとのつながりから、人脈から何か得るものがあったり、何かが発展していくものがありそうなので、新たな縁を大事にしてみてください。 お酒を飲む会など大事にしましょう。お酒の付き合いを大事にしてみてください。私、お酒飲めないんですという方も、そういう場に顔を出すというのが大事だったりします。行きたくないと思う時ほど行った方が運をつかむことになるでしょう。そんな双子座の方のラッキーフードは、チャーハンです。続いて、カニ座。カニ座の方は、こう、いろいろ 変化の時期になりそうです。ここからちょっと今までと流れが変わるかもしれません。今まで絶好調だったカニザの方は、ちょっと注意が必要かもしれません。急な何か出来事が起きたり、ハプニングが起こったり、またはこう信頼してた人が会社を辞めるとか、離れていくことになるかもしれません。 自分の右腕だと思ってた方がいなくなっちゃうとか、ナンバー2だと思ってた人がいなくなっちゃうみたいなこともあるかもしれないです。もしくは自分自身が動きたい時です。今までの日常じゃ物足りなかったり、ここが人生のターニングポイントなので、転職するとか、引っ越しだとか、何か人生の分岐点を迎えることがありそうです。ビビらず、躊躇せずに、思い切って大胆に動くと成功するでしょう。 突然の成功も待っている時だったりします。または、えー、家の家電とか、えー、雰囲気を変えるというもので、えー、買い替えるのもいい時です。で車とか買い替えたり、自転車買い替えたり、古くなった、ね、家電製品など買い替えたりとか、部屋の模様替えなどするとも、するのにもいい時だと思ってください。えー、何かを変えることで自分自身を守り、 自分自身もいい運気になっていく時だと思ってみてください。そんな、えー、と、カニ座の方のラッキーフードは、ぶどうです。ぶどうジュース、ぶどうのアイスとか、腰ぶどうでも OK です。えっ、ー、と、続いて、えぇ、ー、獅子座ですね。続いて、獅子座の方は、自分の課題が見えてくるときです。 弱点克服のチャンスの月だったり、またはその弱点をどうするか、弱点克服に向かうのか、それとも長所を伸ばすべきだろうか、えー、そこの選択が迫られるかもしれません、えー。見えた課題を無視してしまうと、チャンスを逃したり、運が逃げてしまうかもしれません。自分自身と向き合うことが 大切だと思ってくださいえ。試練の時だったり、これは神様からの試練だ。ここを乗り切ればきっと幸せが来ると思えたり感じたりします。なので、苦しいと思うことをやってみてください。受験生の方とかはね、みんながゴールデンウィークで浮かれてるとき、今頑張ろうとか、ゴールデンウィーク、私は仕事を頑張るっていう方、 100%運気が上がります。もちろん旅行に行く方はそれはそれでいいと思うので、もちろんそれは大事にしてください。ただ、旅行に行けない状況になっている死座の方は運が溜まりますという話です。また、死座の方は、えー、仕事運が高まっています。何か仕事で成果を上げたり、出世のチャンスが来たり、結果を出せたり、えー、成績が伸びたり、えー、仕事を助けてくれる人が来たりと、何か仕事で 輝くことがあるので、もし最初前半ね、仕事のことでへこんでたり悩んでても、月の割には頑張ったな。自分を褒めてあげよう。みたいな感じになると思います。そんな、しし座の方のラッキーフードは、りんごです。りんごジュース、アップルパイ、りんごを何かで食べてみてください。えー、続いて、乙女座の方、5月、乙女座の方は、 なんか、いい流れが来てるというか、ハッピーエンドで終われる時です。もしかしたらね、えー、なんかいいことないかなとか、マンネリとか、そんなことがあるのかもしれないんですけど、結局、5月終わった時に、ハッピーエンドを迎えられる時かもしれません。えー、何か笑いになったり、笑顔になることや、えー、嬉しい連絡が来て、 テンションが上がることが待ち受けていそうです。なんかの学校に通ったり、なんかのスクールに行った方がいいかもしれません、えー。なんか自分の中でレベルアップしたり、学ぶ意欲を持ったり、向上心を持つことが運を高めると思ってみてください。それをね、考えないと、ただなんとなく過ごして、あ、もう6月、えー、って思っちゃうかもしれないですね。 そこだけ気をつけましょう。また、自分の中で、こう、目標を持てたり、残り半年かけて、こういう一年にしたいんだ、みたいな気持ちが出てきたりもしますで。そういう自分を探すため、自分探しのために、乙女座の方は、なるべく旅行に行ったりとか、または、そうですね、パワースポットにいたり、神社とかに行って、神様からの啓示を受けるような、 何かメッセージを受け取るような、そういうことをやった方がいいかもしれません。座禅をしたりとか、瞑想する時間、そういうものを大事にしましょう。まだ寒いですが、滝行のチャンスがあったら、滝行もいいかもしれないですね。あとは何だろう。なんか自分を清める何かをやったりとかするといいかもしれません。なんか、えー、着物を着たりとかすると運気が高まる時だったりもします。ただなんとなく、 過ごす一ヶ月にしないようにしてみてください。そんな乙女座の方のラッキーフードは反編です。えー、続いて、天秤座です、えー。天秤座の方は、えーこう、運気の波が大きく揺れ動く時です、えー。感情的にならないように気をつけましょう。えー、どうしてもこうイラッとする人が出てきたり、何くそ 思ったり絶対見返してやるみたいな気持ちだったり、えー、蹴落としてやるみたいな、こう、エネルギーが出てくるときです。また、なんかこう、相手から嫉妬されちゃうこともありそうです。だからそういう方た,た、方たちが嫌がらせをしてくるかもしれません。で、その嫉妬に対してどう、こう、自分が向き合うのか、えー、敵としてはっきり決めつけちゃうのもいいかもしれません。 え、もしくは、もう相手にしない自分のメンタル、心の強さを出すか、え、どっちかになるかな、という感じです。えー、もう適宜き出しで戦うのもありだとは思います。また、えー、っと、こう、何か決断の時が来ます。えー、どういう決断を下すのか。迷ってることを、今までこうやってきたことなんかこう、ここでメスを入れない限り、 一生変われないかもというぐらいな思いが重要だったりします。流されないでください。周りの人の影響を受けないでください。こっちを選択したら孤独で辛い、寂しいって気持ちがあるかもしれないけど、今はそっちを選択した方が正解なのかもしれません。今ここで寂しさや孤独があることで、3ヶ月後の幸せや、 または来年の幸せにつながったり、さらに3年後の幸せにつながってきたりします。えー、自分に甘くならないでください。自分に甘くなってしまうと、今は良くない時かもしれないですね。そうは言っても、すごく仲良くなれる人や、えー、濃い関係になれる人も出てきます。そういう方との時間を大切にしてください。えー、深いつながりができたり、えー、深く 愛し合う関係が生まれるかもしれません。愛が深まる時だと思ってください。まあ、愛をこう、大勢の人に向けるのではなく、一人の人に向ける愛だと思うようにした方がいいかもしれません。会社愛とかでもあるかもしれないです。自己愛。もうナルシストになるんだったらなっちゃった方がいいです。自分を愛して自分のためにこう、お金も時間も使うなどの使い方が正解だったり、 します。また、やり直したい恋愛がある方は、5月、チャンスかもしれません。えー、ちょっと頑張ってみるのもいいかな。そんな、えっ、ー、と、天秤座の方のラッキーフードは、ミルクレープです。では、えー、続いて、サソリ座です。えー、サソリ座の方は、えー、いろいろ誘われたり、 えー、人付き合いが活発になっていくときです、えー。自分の心を開いたり、まあ人に合わせることが大切なときだと思います。熱い気持ちはいらないときです。イエスマンでいてください。何でもなんかこう受け入れたり、相手が気分よく話して満足していればそれはそれでいいみたいな感じで、あしらう感じだったり、そんなんでいいと思います。 結局は自分が操ってると。えー、気を使いすぎて、あのー、自分がこう下手に出すぎるとうまくいかなくなる時だったりもします。あまり気を使わずに対等でいればいいやというか、リスペクトする気持ちは大事です。リスペクトしながら気を使いすぎない方がいいでしょう。相手とまあ対等でいることがとても大事な時だと思ってください。えー 何度も言いますけど、リスペクトの気持ちだけは忘れないでくださいね。お互い支え合ってるんだなっていうのを感じられたりもしそうです。普段あんまり話さない人でも、まあ結局あの人がいてくれてるから自分の今のこの仕事ができてるんだとか、えー、この会社のおかげでこういうことができてるんだ、えー。いろいろ支え合えてることに気がつける時だったりします。まあそれを感じて生き方が変わったり、こう考え方が変わったりも、 するでしょう。そして、えー、プライベートでも、えー、支え合う人間関係が生まれやすいときです。恋が実るときだったり、恋に発展していったりと、パートナー運もあるときです。いい付き合いが始まったり、または結婚、プロポーズ、同棲、まあそういったイベントが、誘い出さ方、あるかもしれません。えー、そうなるように自分からも、 アクションを起こしたり、アプローチするのも大事だと思ってください、えー。恋愛面に関しては積極性が大事だったりします。自分から攻めたり、アクションすることも大事だと思いましょう。また、新しい洋服を買いに行ったり、えー、おしゃれをして出かけると運気が高まります、えー。髪の色を染めに行ったり、ネイルをきれいにしたりとか、外見が大事な時だと思ってみてください。 えー、誘い座の方、今は外見を磨く、えー、美しく見せる、かっこよく見せる。一番は清潔感です。清潔感のある見せ、見せる感じをすると、運が高まります。えー、そんな誘い座の方のラッキーフードは、ザーサイです。続いて、えっ、ー、と、イテ座ですね。はい。えー、イテ座の方、えー、忙しい5月になりそうです。 スケジュールがパンパンになってしまうかもしれません、えー。スケジュールに余裕をもたらした方がいいかもしれません、えー。またはノーということも大切かもしれません。何でも受け入れてるとキャパオーバーになってしまうかもしれません。はっきり断る勇気も大切です。えー、そうしないとですね、ストレスが溜まって人に意地悪したくなったりとか、嫌味を言ってしまう。そんな自分を見てしまい、 え、ショックを受けたり、えー、自己嫌悪に陥ったりもしてしまうかもしれません。なので、余裕を持たせる。自分に余裕をもたらせるような行動を、とりましょう。また、いて座の方は健康運が一番重要な時です。健康でいるためには何をすべきなのか。えー、考えてみてください。栄養は足りてるのか。免疫を落とさないような行動が取れてるのか。睡眠はしっかり取れてるのか。 そういうのを考えてみてください。なんか体にいいよっていうものを進めても自分に合わないようだったらそれはやめて自分の体に合うものをやりましょう。えー、とにかく健康運が一番大事な時だと思ってみてください。えー、または健康オタクになると運気が高まる時だったりもします。もしくはね、こう、美容と健康にはまりすぎてしまう。 時なのかもしれないですね。美容と健康にはまりすぎて、詐欺とかには引っかからないように気をつけてくださいね。高額な商品を売りつけられたりとか、なんか良くない仕事を勧められたりとか、気をつけてください。そんなイテザの方のラッキーフードはブロッコリーです。続いて、ヤギ座。えー、ヤギ座の方は、えー、自分らしく過ごせる時です。 えー、周りに気を使わずに自分を出していくことができそうです。えー、自分に自信を持て気がついたらこう、えー、アピールできてたりとか、ノリの良さを出せたら、出せていたりとかしそうです。えー、キャピキャピした方が運気が高まるときです、えー。ちょっとぶりっこしてもいいのかもしれません。あざといとか、えー、そういった行動も大切だったりします。 キャピッとした行動、あざとい行動が運気を高めると思ってみてください。なんかそういうのが可愛く映ったり、そういうのが面白いと映る時だったりもするでしょう。えー、その他、褒められたり、認められたり、ようやく私認められたと思うようなこともあったりとかして、うまくいく時です。成績がアップする、評価がアップする時です。自分がこう、認められるために頑張ろう。 目立つために頑張ろう、えー。そういった気持ちを大事にしてみてください。ただ、私、目立ちたくないんです。えー、そっとしといて欲しいんです。っていう方もいっぱいいると思います。でも、そういう方も目立っちゃう時かもしれません。受け入れることも大事かも。えー、もしくは本当に嫌ならば、あの、全体クールでいてください。とにかくクールになりましょう。えー、存在感を消す努力をしてみてください。 重圧がかかることとか、責任感あるものを任されたりもしちゃうかもしれません。でもまあ、断らずに受け入れた方がいいでしょう。えー、そんなヤギ座の方のラッキーフードはオムライスです。はい。えー、続いて、水亀座です。えー、水亀座の方はいろいろ考えがまとまったり、 自分の気持ちが整理できるときです。月を取り戻せる月になったり、または安心できる月になるかもしれません。私はこういう星のもとに生まれているんだっていうのを感じられたり、私の使命はこうなんじゃないかというものを感じられるときかもしれません。他の人はこういうことをやってるから、私はこういうことをやってポジションを作ろうとか。 自分はこうやってみんなに必要とされようなどが見えてくるときです。自分は何をしたら生き残れるのか、何をしたら疲れるのか、何をしたら必要としてもらえるのか、そういったものが見えてくるときになるでしょう。また、いろいろなものがね、いい意味でこう、安定する、落ち着くときでもあります。何か新しいこと、新しい出会いを 欲しい気持ちもあるかもしれないんですが、今いる環境を大事にしたり、今一緒にいるメンバー、仲間を大切にしたり、その人たちの絆を強める行動が運を高めると思ってみてください。また、えー、臨機応変さが大切な時です。こうでなきゃいけないっていう考え方ではなく、えー、その場の流れに身を任せ、 えー、そう来たらこう考えよう。こう来たらこう受け流そうと。えー、固定観念にとらわれてしまうと運が落ちてしまうので、あまり、こう、真の強さを見せたり、軸を強く持とうとしなくてもいいかもしれません。えー、柔軟な姿勢が運気を高めると思ってみてください。そんな、えっ、ー、と、水亀座の方のラッキーフードは、 ナルトです。さあ、お待たせしました。ウお座です。はい、えー、うお座の方、えー、う座の方は、頼られすぎに気をつけてください。えー、なんかこう、フレンドリーさが出たり、えー、話しやすさが出やすいときです。えー、こう、なん、なんかこう、あ、いいよいいよと、自分でも、こう、受けてしまって、ただ、忘れちゃったりとかするんですね。周りの人は本気にしてたのに、 なんだやってくんないんだ口だけの人って思われないように気をつけてください。一回ちょっと考えさせてもらっていいとか、その場でなんか決断をその場でしない方がいいときです。一旦持ち帰る、えー。会話を濁す。交流する。考えを持ち帰る。で、冷静になって判断したり決断した方がいいときです。自分にとってのメリット、デメリットをいろいろ考えて行動した方が、 いい時だと思ってください。打算的にな,ならなきゃいけない時なのかもしれません。自分と合ったレベルの人よりも、ちょっと上のレベルの人たちと接したりとか、えー、上の人から吸収していく力を大事にしましょう。まあ、とはいえ、コミュニケーション能力が高まっています、えー。いろいろ、えー、仲のいい人ができたり、いい出会いに恵まれたり、えー、幸せを感じられる時です。なので、 まあ、気になる場所があったら、いろんなところに顔を出したり、人脈を広げようという意識は持ってみてください。その他、セミナーや講演会など、何か地位のある方、成功した方の話を聞きに行くのにいい時です。そういう考え方もあるのかとか、自分の脳を鍛える。いろんな情報をインプットする。そういう行動を心がけると、運気が。 高まります、えー。そんな魚座の方のラッキーフードは、きんぴらごぼうです。以上、5月の12星座別の運勢でした。Love you! では、タロット占いの方に行きたいと思います。では、えー、行きたいと思います。えー、まずは、 1>, 1番、2番、3番となっております。えー、あ、皆さん、グッドボタン、よろしくお願いします。チャンネル登録、よろしくお願いします。そして、こちら、月と竜が導く絞り占い2024、ただいま、絶賛発売中です。アマゾン、楽天、書店さんなどで、 発売中です。自分の守護竜の方を、えー、見つけて、えー、購入してください。それでは、えっ、ー、と、タルト占いの方に行きたいと思います。まずは、一番のカードを選んだ方はこちら。ソードのエースのカードが出ました。このカードを選んだ方は、きっと、勝利があなたの手に入ると思います。 勝ち戦だと思います。今まで不利だった方も勝利が約束されてる。そんな勝利を得られる5月になると思います。戦わなければ何も始まらないということも表しています。えー、防御ではなく攻めに出ることも大事です、えー。戦う。そうすれば何かが動いていく時でもあるでしょう。えー、鋭い。 意見や鋭い考えを発揮し、ピンチもチャンスに変えていけます、えー。自分のね、戦う気持ちが運を引き寄せると思ってみてください。続いて、こちら2番のカントを選んだ方は、ペンタクルスの5のカードです。えー、そうですね、まあ、ちょっと、 出費が激しいのかもしれません。ただ、出費があったから稼ごうという意欲が生まれたり、逆に幸せになろう、豊かになろうと、金運を引き寄せたり、まあ何か、えー、頑張る意欲が生まれたり、お金が入ってくるサインだったりもします。ただ、失うものもあるのかもしれません。出費もあるのかもしれません。 え少しお金の使い方を考えたり、解約するものは解約したり、無駄な契約をしてないかを見直す時なのかもしれません。ちょっと損したと思うこともあるかもしれないんですが、損があったら、あ、いいことがあるかもと思ってみてください。ただ、えー、生活のお金の使い方の見直しはしましょう。えー、続いて、 最後、3番目のカードを選んだ方は、こちら、強稿のカードが出ました。このカードを選んだ方は、自分自身を信じて行動すればうまくいくサインです。えー、何か優位に物事を進められる時だったりもします。買ったりがうまくいったり、言いくるめることができたりもします。ただ、 調子のいい人に気をつけてください。逆に言いくるめられてないか。そこを考えてみてください。相手を信頼しすぎていいのか。もしかして洗脳されてるみたいなこともあるかもしれません。この人を疑った方がいいの詐欺師じゃないよねとか。ちょっと違和感があったらその人の話は信じ込まないようにしましょう。自分を信じる。それが何よりも重要です。信じるものは救われる。ですが、自分自身の 考え直感を信じることが一番大事です。えー、このカードを選んだ方は、えー、神社やパワースポットに行くと運気が高まる時です。以上、タロット占いでした。さあ、最後に、えー、今日、最後まで見てくれた方、そして途中から見てくれた方、アーカイブで見てくれる方、そしてアンチの方も、 えー、幸せになれますように、金を鳴らしたいと思います。えー、また、こう、生き量が飛んできて困ってるとか、えー、厄払いしてほしい。そういった方にも、金を鳴らしたいと思います。 はい。ありがとうございました。最後はいつものアレで終わりたいと思います。いつものアレです。えー、アレです。皆さんわかりますよね。いつものアレ。えー、これね、もしね、バッチリ会えば、きっと、えー、より運が良くなったり、まあ、5月絶好調になるんじゃないかなと思います。えー、私があれだって言ってるあれです。 皆さん、漢字、取れたでしょうかわかりますかどうですかねいろいろ、<れ>感じてますダバダバダ出てますい行きます。いきますよ。今、飛ばしますからね。面を。あれですよ。はい、受け取って。どう受け取った。いきますよ。あれ。いきますよ。せーの。せーの。 せーの、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 せーの。せーのあーお前はもうたた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 た さあ皆さん、伝わりましたかラブちゃん、幸せ百すけもう皆さんの幸せになる飛行をすべて使わせていただきました。これで幸せになれない方はいないはずです。えー、みんな幸せになっているはずです。はい。きっと開運できたでしょう。どうですかあ、ちょっと今倒れてる方大丈夫ですか そこから今あの海運の木が吹き出てるの分かりますああそこ倒れてる方そうそうそうこああ私は幸運幸運のエネルギーが出てるああそうそう金運アップのエネルギーが出てる分かりますよね今ねえ気候疲れた方たち皆さん今どこがこうあ気の流れが変わったって、うん、感じてますよねあ気がつきました今気がつきましたあの立ち上がったああ なるほど、なるほど。そうですね。ちょっと、ちょっと強めに入っちゃったかもしれないですね。少し皆さん、あの、飛行疲れて倒れた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ね、まあ、もう大丈夫だと思います。なんか、気が溢れてるの、伝わってると思うので、きっと5月、えー、運気が高まっていると思います。それでは、今日のライブ配信もありがとうございました。はい。では最後、ミヒ、頼むね。 えー、ミヒが最後、終了のボタンを押しに行ってくれるので、えー、終了。ね、ミヒ。ちょ、届く。届かない。ね。届くかな。ミヒ。抱っこしてあげる。ミヒ、抱っこ。おいで。こっち。おい、ミヒ。終了です。今日もありがとうございました。またね。おやすみ。バイバイ。えー、と、ラブちゃんと一緒にジャンプ読みます。